ずっと、いやこうもったいないね。こうね、立派なとこだけど、立派なホテルだけどね。あー、なんかいい匂いがするね。これあれだ、金木犀だ。どっかにあるで。なんかこの中になんか庭が作ってあるんじゃないかなって感じするんですけどね。ここね、欲しいよね、これ。早く誰か買って再開したらいいのね。立派ないいホテルだけど、栗、丹波栗。こんなん持って帰ったら叱られます、ね、叱られますですまい、ね、農家の栗、ね、あ、ゴミが、まあゴミをかして、偉い人間がおります。うわ、やれやれ。うわ、はい、だいぶ戻ってきましたね。よし、後ろから来ましたよ。ザクロ、ザクロなってました。ザクロの木が、ザクロだ、これザクロか、これザクロだね、これ。ちょっとザクロ、ちょっとどっか綺麗に撮れるところに、ザクロですよ。赤いのが撮りたいね。ザクロです。はい、ザクロですよ。いや、ちっちゃいこのコスモスだろう、これ。コスモス違うわ、これ。菊だね、これ。いや、綺麗だね、これ。菊、おいっ、菊だ。なんかレンズにものすぐついたんちゃうか。大丈夫か。いや、もうほとんど帰ってきました。帰ってまいりました。あれはね、鍋山です。はい、鍋山。
鍋山登ったよね。春ごろに。よし。今年はね、今年高齢山も確か登ってない、登ってないからね、高齢山。これは栗じゃないか。栗じゃない。もうないか。もうないか。ああ、どんぐりね、どんぐりあるね、どんぐり。どんぐりなら。どんぐりも食べれるんですけどね。帰ってまいりました。いや、雨降らんでよかったね。今日ほんと恵まれてるわ。昼から雨降るって言ってたね。なんか午前中はそれでも持ってくれて、ああよかったよかった、素晴らしい。靴の中はぐちゃぐちゃになったけど、おかげさまで。おかげさまで。それ、大山は見えません。
はい、ご苦労様でした。